皆さん、こんにちは。改めて、トーク動画を、撮りました。撮ります。えっとね、先ほど虫キングの動画をいくつか撮ったんだけど、まあ、ちょこ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 反応というか、まあ、反響というか、なんつうのかな。日本語は難しいな。<laughs> あの、まあ、あ、お母さんが、なんかちゃんと虫キングの動画を出してるっていう。俺の単ドローじゃない虫キングの動画を、虫キング紹介動画を出してるっていうことでね、 なんか、いい意味で捉えられたんだけど、まあ出そうと思えば出せるんだよ。めんどくさいだけで。うん、やろうと思えばできるんですよ。あの、やろうと思えば虫キングで遊んでるところ動画に撮ったりとかもできるんだけど、まあやるのがめんどくさいだけ。撮るのがめんどくさいだけです。で、まあこうやってね、トーク動画で話したのは何かっていうと、これからちょっと、俺は虫キングのイベントがあるんで出かけなくちゃいけないんだけど、またちょっと虫キングのね、イベントのことをトーク動画のネタに後日すると思います。今日多分帰ってきたら時間がないから、3本目の動画は多分短くなると思います。 あの、こんばんはっつって、ただいまっつって、また明日っつって、そんな感じの動画になると思うんだけど、これね、何を、あの、なんていうかな、伝えるかっていうと、俺の、虫キング動画に、なんか、このカードを登場させてほしいなとかいうリクエストがあったら、そのカードを探しにきます。あの、俺ね、虫キングのカードって多分、全書で探せばあるんだよ。同じ場所に。あの、虫キング図書館みたいなとこあるのね。 俺が作った。俺が作ったっていうとなんか、うんなんか、あの、昔使われてた図書館があるんだよ。もう、閉館っていうのかな。その、使われなかってから、どれくらい経つんだろう。10年は軽く経ってるかな。15年ぐらい経つのかな。よく覚えてないけど。とりあえず、まあ、使わなくなった図書館があるんだよ。古い図書館。そこをね、ちょっと俺の父人が経営してたんだけど、そこ俺が、 図書館取り、あの、なん取り壊すっていうか、その建物を壊すのが、もったいないから、俺の、なんか好きな本とか置いて、なんか図書室みたいなのにしていいって言ったら、あ、構いませんよってって、借り入ることになったんだよ。で、まあ、本当は図書館なんだけど、ちょっとゲームを置いたりとかね、なんか、いろいろ、本じゃないものも置いてたりとかしたんだけど、まあ、図書館に本じゃないものを置くのはどうかと思うんだけどね。まあ、パソコンとか置いてあるからね、図書館って言っても。で、そのうち、俺はふと思ったの。 この図書館、虫キングギャラリー的な、博物館的なことにできるんじゃねっつって。で、まあ、本棚みたいなとこに虫キングのカードを入れたファイルが、多分100から200ぐらいあるんじゃないかなファイリングされてるやつは。多分見たら、お前業者かよっていうぐらいカードいっぱい持ってる。多分あなた、虫キングの業者ですか何か、虫キングの業者か、スタッフか何かですかってたぶん言ると思う。うん、どちらでもないんだけどね。俺は業者でもなければ、あの、 スタッフでもないです。まあ、てなわけでね、ちょっと虫キングのカードをね、探せば何でも多分存在すると思うので、あの、なんて言うのかな、存在するカードのみであの、存在しないカードはダメだよ。例えば、うーんー、スーパーキングトーネルスローを,を持ったカブトムシとかね、何もな存在しません。スーパートーネルスローが、ひたすらの虫キングのカードとかね、あの、虫キングのゲーム内で、 虫キングがスーパートイオスローを撃つというのはあるんだけど、カードでは撃てません。まあそれはいいんだけどさ。なわけで、まあリクエストとかね、あったら。本当はね、今後ね、時間があれば、あの、先ほど紹介した虫キングの DS ゲーム、あの、グレイシートチャンピオンの道、DS、グレイシストチャンピオン DS2、スーパーコレクションのね、動画も撮れたらいいんだなと思うんだけど、てか今日風強いな。めっちゃ風強いんだけど。まあ車で行くからいいんだけどさ。 まあ今日はね、本当はね、あの朝からちょっといろいろ予定があったんだけど、まあ、お休みになったということで、仕事がお休みになったっていうことね、ちょっと良かったんだけど。まあ午後もちょっと仕事があるからね。まあそれでも虫キングのちょっとイベントがあるんで、まあそっちが仕事みたいなもんかな、今日は。あの、メインの仕事もあるんだよ。あの、俺がやってる仕事ね。うん。その仕事と、まあ、なんていうの虫キングの、 お仕事というか、まあ、もう資金のちょっとね、イベントがあるんで、ちょっとそのイベントの、運営っていうか、うん、まあ、それで、ちょっと、働くというかば、うん、セッティングがあるから、ちょっといろいろやらなくちゃいけない。つってもね、あの、会場に来る人は、多分そんなに多くなくて、あとはみんなリモートみたいな感じになるから、うん、まあ、密な、密な感じになっちゃうからね、あの、コロナ禍だからさ、そんなにみんなで集まれないんだよね。まあ、いつかコロナが就職したらね、なんか、 虫キング仲間100人でイベントイエーイってやるのも面白いかなと思うんだけど、集めようと思えば100人ぐらい集められるからね。割と多いんだよ、俺のあの、虫キング仲間って。まあいいや、ちょっと話がね、長引いたけど、そんな感じです。でね、今後も虫キング以外で、もし、お母さんがなんかポケモンカードのドローしてる動画を出してほしいとか、なんか、この動画を出してほしいみたいなリクエストとか、カラオケのリクエストとかあれば、受け答えていこうかなと思います。できることできないことがあるけどね。 で、最近ね、あのー、虫キングの新しい動画に、新しいってこともないんだけど、前からあの、あった動画なんだけど、再開した動画かな復活した動画かなに、ぷよ系のね、ムシキング動画っていうのがあるんだよ。あの、ぷよけいっていうのはぷよぷよクエストっていうゲームなんだけど、あの、アプリゲームね。そのゲームで、あの、高中王者ムシキングから、虫、虫キングとポポっていうカードがあるんだ。あの、まあ、動画見てもらえばわかるけど、虫キングとポポくん、ま、ポポっていうのは虫キングの、 あの、ゲームキャラクターなんですけど、が登場するカードね。まあ、強いて言えば、俺はさ、ムシキングとポポを、シキングっていうカードと、ポポっていうカードの2種類に分けてくれてもよかったかなと。シキングとポポみたいな感じで1枚にまとめられちゃったから。まあ、2体いた方がよかったかなと思うんだけど、まあ、そこはね、多分ね、あの、容量の問題があるのかなと思います。あと、虫キングポポはまだ、ぷよ系で、レベル6から、まあ、星6っていうんだけど、星6から星7にまだランクアップしてないんで、早くランクアップしてほしいなと思います。 早く、あの、なんか、今年の、今年、虫キング20周年なんで、プヨク系の、ね、方でも、虫キングイベントとかやってほしいなと思いつつありますが、まあ、やるのかどうかは知りません。まあ、毎年、セガ、コラボガチャみたいなのやってるから、それで虫キングはやるんじゃないかなと思うけど。まあ、ってなわけでね、岡くんはもう本当に虫キング大好きなんで、虫キングのことを語らせたら、うん、なんか、止まらなくなるよっていう話なんだけど、本当は時間さえあればね、いろいろ動画を出したいんだけど、もう時間とね、なんか、 めんどくさいっていうのもあって、いろいろとね。うん。多分やりだしたら止まらなくなるんだと思うんだよね。で、ちょっとね、これ虫キング全く関係ないんだけど、俺のトーク動画、まあ、あと虫キング、俺のターンドローとかの動画、まあ、俺の動画に全部に関わることなんだけど、あ俺が、あの、声出してる動画すべてね、トーク動画とか、えっ、ー、と、虫キング動画、えっ、ー、と、カラオケ動画について、一つちょっと質問があって、 答えなくてもいいかなと思ったんだけど、まあ、近代の人もいるだろうから、あの、お話し,します。ただ手短にお話し,します。で、多分一回しかし、あの、話さないんで、まあ、多分今後はこの話をするかどうかもわかんないんだけど、まあ、質問が来てたから、答えます。お母さんって、なんか、喫音症とか、なんか声が出にくいとか、なんか、うーん、舌らずっていうか、発音が苦手なタイプ、何かそういう障害じゃないけど、なんか、生まれ持った何かハンデみたいなものっていますかみたいな。 ハンデって言い方もありかもしれないけど、なんか、何かありますかって言われたんだけど、俺ね、多分ね、小学校入る前、5歳ぐらいの時に頭ガーンって打ったんだよ、思いっきり。ちょっと事故って。そっから、あの、発音の、なんて、滑舌が悪いのも仕方ないんだけど、発音の仕方がちょっとね、独特なんだよね。あの、救急車ってあるじゃん。俺、救急車がまともに言えるようになったのって、小学校5年生ぐらいからなんだよね。 それまで救急車が言えなかった。あと、パイナップルが言えなかった。みんながパイナップルって言えるところ、俺がパイナップル言えなかったから、なんか、ちっちゃいつとかが苦手だったんだよね。あの、未だにパリ、キャリーパンキャミとか苦手。うん。あの、ほんと苦手な言葉がいっぱいある。だから、ギラファノコギリクワガタとか、ゆっくりギラファノコギリクワガタみたいなこと言えばいいんだけど、あの、早口で言うと、なんかうまく言えない。あの、ちなみに、手帳持ちとかじゃないです。 手帳持ちって書いたんだけど、手帳持ちではない。ただ、下手すれば、幼少期頭打って、言葉が出にくくなったんで、手帳くださいって言ったら、くれるかもしれない。別にじゃないけど。今のところ、あの、反ではないので。あの、仕事とかで困ってないからさ。仕事とかで、あの、なんか、俺が言った言葉が伝わらなかったら、もう一回言ってって言われるだけだから、俺がもう一回言えばいいだけだし。うん。あの、特に、なんだろう、うこの、今の生活に不便はないです。で、よく、お母さんって、なんか、 特殊な方だよねって言われて、なんか、ちょっと、なんていうのかな、うーん。なんか言い方悪いんだけど、なんていうのかな、普通の方と、健常者とちょっと違うよねって言われるけど、俺ね、先に言っとく。健常者ではないんだよ。あの、障害者であるとか言うじゃないよ。なんていうかな。あの、健常という意味では、健ではないんだよな。なんだろう。うん、元気です。えっ、ー、と、特にあの、障害という障害の伴侶を背負っていませんが、多分ね、なんか、 あの、すっげえ、なんか、脳を調べてもらったら、すごい何か、とんでもない情報が見つかると思う。多分の、下手すれば、未来的な科学で調べたら、俺人間じゃないっていう,いう結果が出るかもしれないぐらい、ちょっと人間離れしてる。まあ、身体能力とか、考えてることとかが、ちょっと人間っぽくないなっていうのが、自分でも理解してるし、周りからも、お母さんってちょっと宇宙人っぽいよねって言われてるから、そうなんじゃねえのと思って。もう中には俺のことをさ、 なんか、神様が作った、なんか実験体って言った人もいたし、実験体って言い方やめてって思ったんだけど。ただ基本的になんか俺は、あの、怪我とかが数日で治ったりとか、なんかちょっと人よりもちょっと、なんかいろいろ身体能力がおかしかったりとか、あの、空が飛べるとかじゃないですよ。やろうと思えば飛べるかもしれないけど。じゃないんだけど、今さ、空をさ、やろうと思えば飛べるって言った時点ずっとおかしいでしょ普通の人は飛べないから。普通の人はって言い方あるかもしれないけど。 なんか、あのさ、ワンピースのサンジがさ、スカイウォークとか行ってさ、トン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 ってってさ、なんかさ、あの、空中をは走るじゃん。あれ、俺頑張ればできそうなんだよね。試したことあるけど。いや、普通できねえよって思うし、はお前何言ってんのって言うかもしれないけど、いやー、頑張ればできんじゃないかな、あれって思うんだよね。ちょっと身体能力がおかしいので、走り幅跳びとかで、ね、昔ね、中学校時代に走り幅跳びとかで、ね、あの、砂場から、あ,あの、 なんか手位置からさ、砂場に、砂場の入り口からさ、砂場にジャンプするじゃん、パーンって。で、あれって、みんな砂場に落ちるよね。あの、なんだろう、どんなにた、なんかあの、大きく飛んでも、砂場に着地するよね。砂場に、ポーンって。俺、小学校の時だからね、これ。あ、小学校、中学生の時かなだからね、あの、砂場が小さかったんだと思う。多分。そんな大きくなか,なかったんだと思う。みんなが、本来砂場に着地するところを、砂場飛び越えたんだよね。で、 管理の先生が、お前今何したつって。なんか、あの、なんかしたつったから、あ、もう一回やりましょうかつって、あの、ちょっと今、何が起きたのかよくわからなかった。もう一回やってくれって言われたから、あ、はい、つって。もう一回やったら、君ちょっと調べ、あの、自分の体調べてもらった方がいいよっつって、なんか、その日だけ、たまたま体調が良くて、すげえジャンプ力があったんだよね。ただ、二回目成功させられたかって言ったら、成功しなかったけど。で、この話を聞くと、 お前多分、おかしいよって言われるかもしれないけど、うん、おかしい。その日だけ、なんか、俺の体調がすんげー軽くて、あ、なんか、砂場飛び越えられるかもしんないって思ったら飛び越えられた。ただその一回だけかな、砂場を飛び越えたのは。まあなんだろう、うよくさ、カジバのクソ力とかって言うじゃないカジバのバカ力だっけ知らないけど。ははははははあ<ー笑>まあ、カジバのなんちゃら力ってうのはあるじゃないだと思うんだよね。だってその一回だけだから。 で、なんでその時、俺が砂場を飛び越えるような脚力を持ってたかっていうと、多分リミッターかなんかが外れたんじゃないらねえけど。ただ、未だにあれを再現してくれって言われても、再現できないと思う。担任が、はって顔してたから。で、周りも、なんか薬やってるみたいな感じで、ちょっとドーピング検査みたいなの受けた方がいいよって言われたんだけど、まあドーピングはしてなかったんで、たまたま、なんか、たまたまだよねみたいな感じでみんな、まあ、おかくんだし、みたいな感じで、<laughs> なんか、あー、 一応病院で診てもらった方がいいよって言われて、ただそこはさ、同級生たちからさ、お前今何やったのって,ってすっげえスーパーマンみたいなとか言われたけど、俺は自分で、何が起きたのって感じだったから、うん。まあ、この話をね、信じでも信じないも、あの、受け取り方次第です。お母さんだったらあり得そうっていうのもありだし、いや、あの、科学的に見て無理でしょ。そんなことできたらオリンピックとか出かけれるわっていうけど、 未だにその実力があれば、オリンピック出れるさ。ただ、その一時的なね、能力だから、うん。今はそんな能力ありません。てなわけでね、ちょっと話が脱線して、ブシキング以外の話もね、長くなっちゃったけど、特動画は以上です。また後でね、帰宅したら、ちょっと、特動画を撮りたいと思います。それでは、聞いてくれてありがとう。また後で、よろしく。